どうもタブヤンです。キングオブキングス、今日も元気にいきましょう。おっと、空白の街が見えてますね。ここはどこかな。あ、イエローのところですね。なるべくね、一ターンでも多く街をね占領し続けたいファイター軍団。そしてソーサラー来ました。レベル3になってるキング。313バルー、レベル5、いいね。さあ何作ろっかな。まずはファイター、エルフが到着。レベル3のハーピーをやっつけたいね。いけ、倒しきれなかったか。どうしよう。まず前線から見ていこうか。おっと、ファイターが来ました。いいね、前線の町を占領。まず ここが防衛ラインだね。状況見てみましょう。レッドのね、この8つの町、これを奪っていくのが当面の攻撃目標ですね。占領ということで、ここはね是が非でも守りたい。それが第一優先かな。ジャイアント来ましたね。後方から援軍も来てる。ファイター、こいつを倒したいな。こいつを倒したいんだけど、ハーピーはちょっと一旦回復。森で迎え撃つ。どうしようかな。ゴブリン、スモールマップで確認、周囲をチェック。イエローは南側には来てないと。はいはい。ということで、このゴブリンは南に向かっていいんだね。はいはい。そうだね、このハーピー仕留めるのは誰でもいいんだけど、このファイターで届かないかな。よし、これでいけないか。倒してお願い。あー、空振りそう、効率悪いな。悔しいね。じゃあこのハーピーはちょっと回復しようか。ここで回復で、ゴブリンじゃなくてこのファイターで倒してくれ、お願い。あー、ダメかくっそー、うまいことにいかないもんですね。しょうがないな、これで仕留めとくか。ゴブリンはハーピーが苦手。ということでね、このファイターをエルフでやる。あんまり得意じゃないんだよね、エルフ。よし、ノーダメージはいいね。それはついてる。どうしよう、ジャイアントが来ますか。仕留めたいとこだけど、森を守りましょうかね。はい、ファイターも攻撃、今度は倒せるか。よーし、オッケー、いいよ。さあこれ南に向かってる。領土拡大戦略もういつまでね領土を確保できるかわからないですけど、ファイター来たな。どうしよう。ナイトが後ろに控えてます。おー、あ、ここは取られるね、当然か。ちょっと北に、どうしよう、ちょっとグリーン対策のね部隊
さすがにこれ厳しいな。ハーピー飛ばすかな。そんなに来てないんだよね、こっち西に。うん、このここの一つね、空白奪いたいな。どうしよっかな、ハーピー送るかな。ちょっとあまりに分散しすぎるか、それは。悩むな。あ、文句作れるのか。作っちゃったよ、ハーピー。欲張りかな、ちょっと。北にハーピーを送ります。こうか。ハーピー軍団出動。よし、でここにこうやってと、うん、守備隊、OK。どうしようこれ。やっつけるか。おりゃ。あー、やっぱりこれパワー20では倒せないね。3回やって3回失敗。回復。ゴブリンが欲しいね。ゴブリン出動。臨機応変に。行こう。こんなところかな。攻撃しようか。攻撃、キング自ら。よし、状況は20。おー、いいね、20の大台乗りました。中立は残り14。さあ頑張っていこう。8ターン終了。お、999ある。いいね。さあ行きましょう。そしたら回復。スモールマップでキングの近く確認。敵は来た。イエローのエルフが早速来ましたよ。このイエローの大軍がね、すさまじい戦力。こいつらがね、この川を渡って到着する頃には守備をね整えないといけないんですけども、結構粗皿でしょう。作っちゃいました。ここだな。よし、さあファイター、南のファイター部隊。おっと、ハーピーにちょっかいを出されております。エルフで撃退するか。南に行く前にこいつ倒していかないと。ゴブリンは、このゴブリンは東に行こうとしてたんだよ。おお、ほほほほ。届かない。エルフを攻撃、積極的に行く。いいね。回復。そしてそして、おっと、ファイターが逃げようとしてるよ。やっつけちゃう。逃がすか、ファイター。おりゃ。
生きてよ解散。よし。そしてそしておっとやられてるね。グリフォンか。ソーサラーいっぱいいるな。おっと多勢に無勢ですね。ここは森に入ってハーピーを撃つ。できるだけのことをしよう。退却。よし、南に行くぞ。全然人手不足だぞ。南のこの森を守っておきましょう。オッケー。あー、ここでもよかったのかな。そしてここで回復と。ここはどこだ。あ、西へ行くチームだね。どうしよっかな。こんな近くに空白地があるやあそこまではさすがに近づけんな。うわー、すごい大群。でも少しずつ対応してやっつけるしかないよね。戻ろう、みんなと一緒に言いましょう。こいつだけ一人進んでいきましょう。はい、よし、占領。そしてここはイエローの北側ですね。あー、こいつリザードマンがいるからもう無理だね。ここは逃げよう。あー、届かない。さあグリーンのところですね。ファイターが2体。おー、どうしよっかな。あの北側のこのファイターやっつけに行こうか。森に入れる前にやっつけろ。追い返せ。あー、全然ダメだ。くー、うわ、めっちゃやられた。うっそー、トータル20であんなにやられる。今のショック。いやー、ちょっと厳しいね。なんとか時間稼ぎ。さあ199、ゴブリン作るか。どうする、ゴブリンを作って南に送るかですけどね。状況、いやー、みんな街増えてきたね。生産力は約我が軍が半分ぐらいかな。ゴブリン招集しよう。南に向かわせよう。こんな感じかな。よし、どんどん行くぞ。予算2000もあるんだもんね。Q ターン終了。わあ、なんかお金いっぱい使ったね。まずね、レッドとグリーンの戦いが勃発しましたね。ここでファイターを倒したんですね、ジャイアントが。ちょっと見てみましょう。でもグリーンの方が部隊がね多いよね。そしてこのまま南に行くと
あ、まだ遠いか。まだまだ遠いね。遠いけど、まあ、レッドの領地に入っていくんですよね。サーペント作ってるな。レッド、サーペント作ってますよ、地上で。え？あ、この川に乗ってね、北に行くと、えらいことになりますよ。我が軍に近づいてきますよ。さてさて、多勢に無勢ですが、どうする？ジャイアントに取られちゃったよ、この森。参ったな。まあ、でもジャイアントは町占領できないからね。ちょっと放置しましょうかね。なんか睨み合いになってますね、ここ。あ、ダメだこりゃ。くー、ここは我慢ですね。まあエルフかな、ここエルフで待機ですね。後方の町に待機しましょうか。障害物がねほとんどないんだよね。膠着状態ですね。さあ行くぞ、どんどん。フロンティア、さあソーサラー復活。どうする、ソーサラー守備的なんだけど、ここまで進む、ソーサラー。もうすぐねイエロー軍団がね近づいてくるからね、どうしようかな。イエロー軍団に備えようか。グリーンはまだ攻めてきそうにないもんね。ということで、このソーサラも西側に移動。手出す？やめた方がいいな。待機。ここはぐっと我慢して待機。どうしよう、食料がないから一旦戻るか。どうしようかな。西に向かう？ファイターもう一体ぐらい西に向かった方がいいかもね。いや、それはいらないか。悩ましいね。ファイターでソーサラーぐらいやっつけるでしょ。ソーサラー文句とかね。人族対決ですよ。行こう行こう。あとはジャイアントサラーが欲しいね。ナイトとかジャイアントとかね。ここはどこだ。おう、最前線か。こっちにはもうマッチはないんだね。あとはもう北に向かうしかないのか。 OK、 北に向かいましょう。いたよね、ここに。オッケー。あ、守備のエルフ、よし、もうやっつけてしまおう。いけ、1、2、3、4。オッケー。ゴブリン、これ東に向かわせる、まあ足りてるか。よし、南に向こう。どんどん行け、みんな南に向かうんだ。さあ、増援のゴブリンが来たからもう安心だ。おりゃ、よーし、3人でここ守ったぞ。次の目標は、ターゲットは北のファイターですね。
そうしよう、行こう。まだ町取り返そう。おりゃ、先制攻撃。あーダメだ、次のターン回復する。あー最悪、これはちょっと失敗でしたね。いや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 、単独行動は失敗だ、これはちょっと大失敗。お、そこに町があるなら私は行く。お、イエローとにらめっこですよ。さあこのグリーンのね、どこなんだけど、あ、やばい、めっちゃやられてるやん。助けに行こう。こいつめっちゃ強い、痛い目に遭わされたからな。おー、いいね、いいんだけどね、こいつに占領されちゃうんだよね、ここ。あ、これはもう命を落として守るしかないな。どうせ命を落として守るんなら攻撃だ。あー空振り、嘘でしょ、マジか。そしてこいつは守りながらしかも攻撃、大活躍。あー、そうでもないじゃないか。褒めるとすぐこれだ、まったく。あー結構部隊増えてきたね。最大部隊数を意識した戦いが必要かもね。文句投入しようか、文句。文句守備隊かな。守備隊な、南に向かわせるっていう手もあるんだけどね。いや守備隊で行こう、まずはこの守備隊、イエローに備えておかないとね。はーい、状況22 9 11 11。中立はもう減ってきましたね。今回あと一旦最後やりたいと思います。2500、すごいお金だな。10ターン終了、早いね、もう10ターンか。さあこのターン最後をやっていきたいと思います。状況はイエローとグリーンが町を増やしたね。そしてレッドが一つ町減りましたよ。さあ迫るイエローの大軍、先遣隊が来てますね。とりあえず挨拶代わりのバル、いいね。文句も挨拶、どうも。ノーダメージってどういうこと、やめて。ウィザードマンが近づいてきております。ウリア、あー嘘、ノーダメージってバグってるんじゃないの、嘘でしょ。そうしたらもう一体。そうしたらどうしよう、迷うとこだね。ちょっと最大部隊数も意識しながらね行きたいんだけど、何これ。エルフ完全に囲まれた、エルフ救出作戦。そのためにはこのエルフを、敵のエルフを倒さないといけないから、ゴブリンが必要。しかしこのターンは届くね、ギリギリ届く。エルフ救出作戦だ、1 2 3 4 5 6、パーフェクトヒューマン。人間じゃないけどエルフ、いいね。パーフェクト妖精ってなんで言うんだろうね、フェアリーかな。パーフェクトフェアリー来たね、あっさり救出できたぜ。あーファイターがもうここまで来てるのか、どうしよっかな。ジャイアントきついね。いやー南にもあのソサラとモンクが欲しいね、連れてこようね。
人族ソーサラーにはファイターをあてがいましょう。得意ですからね。おりゃ、もう一体ファイター、よし、ファイターでちょっとね、あんまり、そして東側からこう敵が入ってこないように壁役にもなれる。よし、ここまで倒せばバルが怖くないからね。そしてそしてファイター対ファイターでやっつけるのはいいんだけども、どうしよっかな。エルフがこうか、ジャイアントを撃つ、一体倒せ。あーダメかー、くそー、ジャイアントは強すぎる、きついな。エルフもう逃げなくていいかこれ。ちょっとファイターを倒したいんだけど、こうしよっか。おりゃ、あれ何それ、それはショック。もう味方はいないよね。ファイターがいるのか。ここに飛んでくれるハーピーとかはいなかったよね。ゴブリン、届かないね、こいつではね。じゃあここ守っとくしかないね。いや、ここには入れないのか、あのゴブリンとエルフがいるからね。ということで突撃するか。ファイターをやっつける、ファイターやっつけよう、基本戦術。ファイターさえやっつければ街は占領されない。あ、いた、やばい、エルフ死んでほしくないな。そしてファイターも命がけで突っ込む。自分がやられてもいいからこいつは倒す。よし、よくやった、君の栄誉をね、称えますよ。生き残ったねこいつ、グリーン軍の。ちょっとスモールマップで見よう皆さんにも状況をね。ファイター一体、あ、レッドのハートのファイターが一体いるけど、よし、周りはいない。ゴブリン行ってほしいな、届くかな。よし、届く、道からだけど、行け。いいとこまで行った、よし、よく生き残ったなこいつ。どっちに逃げよう、本拠地に帰ろっか、それとも、あ、入れるね町。よし、倒してしまえ、行け。よし、ジャイアントに殺されるな、ちょっとさすがに無理だよね。ちょっと逃げよう、占領するのはちょっとこいつが生き残る可能性にかけましょう。そしてそしてこちら側のグリーンのとこだよね。ファイター2体に囲まれつつか。こいつ退却だよね、まず。そしてどうする、これどっちをやっつける。レベル3の方やっつけようか。よし、そしてこのハーピーはこいつを足止めする。
全然ダメよし、占領できる？オッケー、いいね。このファイター追っかけるやつだよね。オッケーを追っかけましょう。あ、エルフ一体いるんだね。よし、南に援軍で行きましょう。食料回復。あれ？あー、これ一人ぼっちのやつか。こいつが一番孤独だよね。あららら、らもう終わったな。これは完全にチェックメイトですね。役目は終わったか。リザードマンに目つけられたらもうダメだね。最後も戦って死にましょう。おりゃ。あー、嘘。何その空振り。ひどすぎる。もう一回ちょっと遠征軍組織する。いや、もう無理だね。総皿作ろう。そして南に行ってもらおう。 OK、 こんな感じですね。今回は23、8、12、12、中立の町が圧倒的に今回減りましたね。さあ、イエローのこの大軍に耐えながらレッドとね、戦闘を繰り広げられるかっていうのが次回の課題かな。まあ一番の目的はレベル上げかもしれないね。この守備隊がね、成長してくれればいいかと思っております。それでは次回もお楽しみに。さよなら。